皆さんこんにちは。女子ゴルフ界 JLPGA ステップアップツアー2023シーズン第3戦、花咲レディースヤンマーゴルフトーナメントが4月8日最終日を終え、優勝をつかみ取ったのは9年ぶりの優勝となった北村響選手です。9年という期間だけでも驚きですが、北村響選手はデビュー戦以来の優勝なのです。さて、北村響選手と一体どんな選手なのでしょうか。今回は今後への期待が高まる北村響選手について紹介したいと思います。1995年4月27日生まれ、27歳、滋賀県彦根市出身。身長164センチ、体重60キロ、血液型 A 型、出身校滋賀学園高校スポーツコース、所属栗山ホールディングス。飛距離よりも正確性で勝負するプレースタイルで、ミドルアイアンを武器としている選手です。北村響選手は10歳でゴルフを始め、ジュニア時代はナショナルチームにも抜擢されました。学生時代は陸上部に所属し、基礎体力とフィジカルを養ってきました。高校時代には米国の大会で上位に入り、米大学から進学のオファーを受けていましたが、早期にプロになる道を選びます。19歳でプロテストに合格し、86期生となった。北村響選手の同期生には堀琴音選手、柏原明日香選手、竹内美雪選手らがいますね。ではそんな北村響選手が9年ぶりに優勝した試合について振り返っていきましょう。 JLPGA ステップアップツアー2023シーズン第3戦となる花咲レディースヤンマーゴルフトーナメント、大会最終日4月8日、滋賀県栗東市琵琶湖カントリークラブ栗東琵琶湖コースで行われ、悪天候の影響で36ホールに短縮されました。北村響選手は4バーディ3ボギーの70をマーク、トータル5アンダーで1打差を逆転し、見事逆転優勝を果たしましたね。ちなみにこの大会は賞金総額3000万円、優勝賞金540万円です。琵琶湖カントリークラブは過去に日本女子オープンや日本オープンなどを開催している難コースと言われていますね。そんな難コースを北村響選手はショット力と巧みなパッティングを武器に通算5アンダーで制したのです。地元滋賀県出身の北村響選手にとって今回のコースはジュニア時代から数えきれないほどラウンドしており、大会前には毎週練習ラウンドを行っていました。まさに執念が実った勝利と言えます。しかしここにたどり着くまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。2014年のプロテストに一発合格した北村響選手は、前年に関西ジュニアで優勝し、日本女子アマでも4位に入るなど、トップアマとしての実績もあった北村響選手は、プロテストから約1ヶ月後に開催された、ステップアップツアーの合銀デュオカードレディーストーナメントでは、2位に4打差をつけて優勝し、圧巻の力を見せつけました。さらにデビュー戦でいきなりの優勝を飾り、注目を集めると翌15年は JLPGA ツアーのスタジオアリス女子オープンで6位タイとなるなど、順調にプロゴルファーとして歩み出していましたが、次に出場したサントリーレディスオープンでドライバーのイップス病にかかってしまったのです。その時の大会の状態はとてもひどく、フェアウェイどころかギャラリーの方ばかりへ打ってしまい、この日以降思うような結果を残すことができなくなっていました。その後はレギュラーツアーの一つ下のカテゴリーであるステップアップツアーを主戦場にしていたのです。このギプスとは精神的なことが原因で起こる心の病と言われ、心の葛藤により筋肉や神経細胞、脳細胞にまで影響を及ぼす心理的症状です。スポーツの集中すべき場面でプレッシャーにより極度に緊張を生じ、無意識に筋肉の硬化を起こし、思い通りのパフォーマンスを発揮できない症状を言います。昨日まで打てていたショットが想像もつかない方向に飛んでいく、アプローチでウェッジを振り抜けない、わずか数十センチのパットを入れられなくなった、このような経験したことがあるアマチュアの
一般ゴルファーも多いのではないでしょうか。これらはイップスの症状と言えるでしょう。ゴルフ以外の競技でもこのイップスには悩まされるアスリートも多いようです。突如アスリートを襲い選手生命を脅かす魔病とされてきたイップスですが、近年の研究ではその原因はメンタルではなく脳にあることが明らかになってきています。いずれにせよ明確な治療法は今のところありません。世界ランキング1位にもなった宮里藍選手もパターイップスになった時期がありました。2013年に年間4勝を挙げ初の賞金女王に輝いた森田梨香子選手もアプローチイップスになり、2016年にシード権を喪失しています。これらの選手と同じように北村響選手もイップスに悩まされていたようです。どん底にいた北村響選手を救い出したのはシニアプロの高橋克成選手でした。高橋克成選手とは現在72歳。1975年にプロ入りし、練習熱心さと技術、用具などに関する研究心の旺盛なことに定評があった選手です。1983年ツアーで初シード入りをして以来、連続15年間賞金シードを取り続け、シード選手の常連として、また1987年マッチプレー選手権をはじめジャンボキラーとして人気を集めました。シニア入りした2000年には日本プロシニアと日本シニアオープンのメジャー2冠を制覇して賞金王になると、4年連続賞金王の座に君臨しています。還暦を迎えた2010年は全10試合中7試合でベスト10入りし、賞金ランクも10位として11シーズン連続のベスト10入りを果たす活躍ぶりです。そんな高橋克成選手に半ば強引に弟子入りすると、二人三脚でスイングをゼロから作り直しました。ちょうどコロナの影響を受け試合がなかったのも幸いし、最初の2、3ヶ月は朝から晩まで練習場でひたすらボールを打たされていたそうです。その数はなんと1日最低でも1000球打っていたという驚きの数です。その甲斐あってイップス病を克服することができた北村響選手は、20ヤード飛距離が伸びたドライバーだけでなくアイアンショットも良くなり、パーオン率も上がりました。こうした悔しさの中、努力を重ねてきた北村響選手は9年ぶりの優勝をつかみ取ることができたのです。今回の優勝で賞金ランキング1位となった北村響選手は、賞金よりも優勝で得た自信の方が大きいですと笑っていましたね。来季の JLPGA ツアー前半戦の出場権を得る2位以内が今季の目標ですが、最後までツアーの主役を演じるためにもさらにショット力を磨いていくようです。大会後に北村響選手はステップアップツアー2勝目を挙げることができました。デビュー戦で優勝してから9年、長い長い道のりでした。一度はゴルフをやめようかと思うほどのイップスになり、くじけそうになっていましたが、ずっと側でどんな時も応援していただいていた家族、師匠の高橋克成プロ、スポンサー、ファンの皆様のおかげでここまで戻ってくることができました。本当に感謝しかありません。まだまだツアーが始まったばかりなので、この結果に慢心せずレギュラーツアーで戦える選手になれるように日々練習に励み高みを目指して頑張ります、と喜びと感謝のコメントを残ししています。9年間という長い期間に積み重ねてきた努力は北村響選手の進化につながっているに違いありません。今シーズンさらなる活躍に期待が高まる選手ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。